はい、こんばんは、竹下敦です。今日もね、楽しい音楽のお話をいたしましょう。今日ね、ご紹介するのは、こちらの、ESP 製の、レスポールです。ブランドとしては、グラスルーツというね、ESP の、ブランドで発売されているギターです。で、今回ね、ちょっとあの音楽のね、先輩から習った、Tips をちょっとご紹介したいと思います。これちょっと結構面白いです。弦ってどうしても錆びてきますよね。で、僕は今このね、レスポールには、0942というね、ダダリオの、スーパーライトゲージに、なる、弦を使ってます。はい。で、この弦結構もう古くてですね、1週間ぐらい変えてないかな。で、すごくフロントのピックアップの音が好きなんですけど、ちょっと今あえてリアのピックアップの音でお聞かせしますね。こんな感じになります。やっぱりね、音のきらびやかさがなくなっちゃうんですよね。で、そこでね、先輩に教わったのがこちらのね、シリコンオイル。僕はね、音楽も大好きなんですけどね、ラジコンもね、大好きなんです。で、このシリコンオイルというのは、一般的に言うとですね、何に入ってるかな、薬局とかドラッグストアなんかに行ってもシリコン系のこういう液体っていうのを売ってます。で、これをですね、こんな感じのね、古くなっちゃった T シャツとか、そういうものをね、ちょっとこれ今大きいままなんですけどね、これに、少量染み込ませます。本当にちょっとで大丈夫ですよ。こうね、こうちょいっと、本当にこんな感じです。ピーターかな、こんな感じで染み込ませまして、これアニボールにはあんまり合わないのかな。で、ちょっとこうもみもみとしてね、なじませて、そして、このね、弦のところを丁寧に拭きます。一本一本ね、丁寧にギターさんに愛情を込めて、ふきふきと。この時にね、できるだけ指板につかないように気をつけて、拭いてください。一本一本ね、よいしょ。弦っていうのは、6、5、4弦はね、ラウンド弦っていう、こう巻き弦を使ってるんですね。ニッケルのところにこうぐる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 っと螺旋状にね、あ、ごめん、そしてこんな感じで、丁寧に拭きます。はい。そうするとこういう風にね、黒くね、錆が落ちるんです。で、この状態で、もう一度、チューニングを合わせ直しましょう。ちょっとね、やっぱりシリコンなんで、で、拭いたりすると弦が伸びるんで、ちょっとチューニングが狂ったりします。
で僕はあの TC エレクトリック社の、チューナーを使ってるんですが、2種類ありまして、ポリチューンとユニチューンという、ポリフォニックでね、あの同時に6弦チューニングができるタイプと、もう一つはあのユニチューンというね、1弦ずつ のチューニングができるタイプがあるんですが、僕はね、両方とも使ってます。で、あの一度合わせたらちょっと強めにとかね、という感じでちょっとね強めにアタックかけてあげてください。でその後でもう一度チューニングをします。それ、ね、これ必ずね、少しずれます。2回やるようにしてください。チューニングは、はい、6弦なんでいいですね。で5弦は A ですね。で4弦は、D です。で一番難しいのは3弦なんで、3弦の G で、2弦は、B ですね。で、1弦は E で、ちょっと弾いてあげて、で、自分がね、普段よく弾くようなフレーズ、まあ、僕だとこんな感じのフレーズですね。こういうフレーズですね。するんですよ。これはね、僕ね全然知らなかったんですけど、音楽の先輩ね、その方はあのベースを、弾かれるんですけど、その方にたけちゃん、こういうのをやってみたらうまくいったよっていうのをね教わったんでね、やってみたんですけどね、確かにね弦が復活しますね。僕ギブソンの、メンテナンス用のねオイルを使ったり、あとオレンジオイル、有名ですね、オレンジオイルなんかを弦に塗ってたんですけど、どうもそれよりはシリコンオイルを塗った方が、こういうね、こういうジョインジョインジョインっていう、これイエスのロンリーハートっていうね、すごくヒットしましたね。イエスってプログレーバンド、プログレーちょっと難しい音楽をやるようなバンドなんですけど、がちょっとポップな感じで、まあ、1枚アルバムを出したんで、それが大ヒットしたんですね。でこの曲っていうのは、すごくこのリフ、すごく有名なリフですね。っていうリフがね一世を風靡して、中森明菜さんの曲にもね同じリフが出てきて、まあそれはちょっとまあそれはそれで面白かったりしたんですけど、
あのイエスの、あのこのぎ、この曲ってなぜか、こう。この音どうしてもね、チューニングが合わないんです。ピッチが合わないんですよね。いくらチューニングしてもこれで今合ってる状態なんですけど、一番大事なとこなんですよ、このが。なんでなのかなと思って、YouTube でねライブの映像を見たんですけど、ピックの持ち方はね、僕はこういうふうに、こういうふうに持って弦に対して、ちょっと見えるかな、こういうふうに斜めに当てるんですね、こういう風に。ところが、それで何が起こるかというと、この角度でこういう風に当てるのと、ピックを逆側に持ってこっち側ですね、そしてこう弾くのとでは、ピックと弦に当たる角度が変わるわけですよ。向きが変わるわけですよ。でこれね、僕ちょっと発見しちゃったんですけど、これね、不思議なことにね、ピックをね逆に持って弾くとね、なぜかねチューニングが合うんですよ。ちょっとやってみますね。不思議でしょ。何が起こるのかなと思ってたんですけど、もう一個ね、進めてみて、普通だと全部これダウンで弾いてるんだと思うんですね、こういう風に。これはね、最後の、このだけをに変え、まあアップに変えてみる、見たんですよ。こうなりました。ほら、ぴったり合いません。でここで何が起こるかと言いますと、6弦の3フレットと5弦の、5フレットで G なんです。これってね、ギターの構造上不安定なんです。これを先ほど弾きましたみたいにって弾くとね、ピッチが合うんですよ。これ何が起こるかというと、5弦と6弦をこういう風に弾くんです。これはね、イエスのギタリストさんすごいですね。YouTube で見てた画像をね、じーって見たんですけど、そういう風に弾いてました。はい、そんなね発見をしたり、本当にギターっていうのはね、奥が深いですね。たったこれだけ、こっちからこう見えるかな、ちょっと難しくなっちゃうけど、こう弾くのと変わるじゃないですか。ピッチも変わるじゃないですか。なので、僕はなかなか、こう逆側に持ってね弾くのは大変なんで、結果的にこういう風に落ち着きました。これだとね、なんかそれっぽくなるんですよね。でそこにディストーションっていうね、歪むようなものを加えると、
最初にねディストーションかけちゃうと、なかなかねチューニングの狂いって分かりにくいんですよ。なので最初は、クリーントーンとかあとクランチって呼ぶのかな、そういう状態で、丁寧にチューニングを合わせて、自分なりの弾き方を、まずトライしてみてね、そして自分の好きなギタリストをよく研究してみることだと思います。僕はね結構ヘビーメタルからねフラメンコからクラシックからね何でもやらないと、いけないんで、はい、なかなか売れないんで、そんな風に、いろんな音楽をねいろんな音楽が大好きなんで、いろんな音楽を聴いて研究するんですけど、イエスのギタリストさんはねすごくピッキングも正確ですし、いいギターを弾きますよね。あとあれ何言ってんのか分かんなくなっちゃったすいませんね。ピックってねレゲエの人っていうのは話が煮詰まっちゃったから次回に回しますね結論としてはですね、まずは、クリーントーンで弾いてみて、でオクターブチューニングを合わせたり、正しくチューニングをして、そこから、まず、ディストーションかけないで、まあ、歪ませないでね、弾いてみる。そして自分でね納得がいったらそこで初めて自分の好きなね、僕は、マーシャルの、真空管を使ってまして、そこで歪ましてますが、友人なんかはボスのね、OD-1、まあ、名機ですね、そういったものを使って歪ましたりしてます。それはもう好みの問題と、あと、まあ、得意不得意、あとは聞いていただくねリスナーの方がどっちがいいかだと思います。音楽っていうのはね自己満足な部分もありますけれども、やっぱり聴いてる人を楽しませないと僕はいけないと思ってます。そんなわけでちょっと話が脱線しましたがじゃあまた次の動画でお会いしましょう。イエスのロンリーハート、すごくいい曲ですよ。ぜひね聴いてみてください。特にライブバージョンはかっこいいです。それでは See you soon です。話長くなっちゃったよ。